茨城県の主要地形多賀山地とは、茨城県北東部に広がる阿武熊高地の南部の名称である。阿武熊高地の南部に位置し、平均標高約300メートルの低山性山地である。南北に細長く伸びており、北に行くほど標高が高くなる。多賀山地の標高の平均は約300メートルで、山陵を連ねるときは波状の平坦な面となり、 高原上の地形となっている。この平坦面は、侵食作用の結果生じた、純平原である。地質は、この多賀山地は、過去岩類、片間岩類、結晶片岩類及び、秩父湖清掃などからなり、最近、日本最古と推定される岩石が発見された。その東西両側は、第三基層や第四基層が分布している。多賀山地は、 太平洋側気候に位置するため、夏は雨が多く、冬は晴れた日が多い。そのため、積雪することは稀である。温暖帯に属する多賀産地では、常緑紅葉樹林と団体落葉樹林が混合している。産地の当面、南面ではヤブツバキ、白玉、ヒサカキ、ベニシダ、ヤブコジなどが、北面ではイヌシデ、クリ、イハモミジ、ケヤキ、 もみなどが生育している。また、降林山、上峰山付近では、ヤシャブシ、両部、大葉ヤシャブシなどが見られ、多くの植物が生育している。市街地と広廃地の産業と人為的影響を受けて、本州中部の平均的動物省となっている。動物地理分布では、団体性動物群と温体性動物群の 全域体に位置し、両者の動物症が混交しているのが特に昆虫などに見られる。標高順に記載する。ありがとうございます。